シャイブパークはアメリカのペンシルベニア州フィラデルフィアにかつて存在したスタジアム。MLB フィラデルフィアアスレチックスが1909年から1954年まで、フィラデルフィアフィリーズが1938年から1970年まで、NFL フィラデルフィアイーグルスが1940年から1957年まで本拠地にしていた。1953年以降の名称は、 コニーマックスタジアム木造球場が主流だった当時、初めて鉄骨や鉄筋コンクリートを用いて建設された。火災による消失や観客席の崩落の可能性が木造に比べて極めて低く、座席やトイレなども改善され、収容人数も大きくなるなど、新工法で建設されたシャイブパークの会場はその後の球場建築に革新をもたらした。 アスレチックスは1901年の球団創設以来、コロンビアパークを本拠地にしていた。しかし、アスレチックスの人気にコロンビアパークの収容人数が追いつかず、球場で試合観戦できないファンも多かった。1907年、アスレチックスオーナーの一人、ベンシャイブが新球場建設を決定し、フィラデルフィア北部の土地を取得した。1908年に建設開始。 翌1909年に完成した新球場は世界で初めて鉄骨と鉄筋コンクリートを用いて建設された球場だった。木製よりも頑丈な素材は球場の大型化、すなわちキャパシティの増加を可能にした。当時としては非常に多い2万人以上を収容可能な新球場はオーナーの名前からシャイブパークと名付けられた。新球場建設は アスレチックスの人気をさらに高めることとなった。そのため近隣の家屋が球場内を覗き見できる屋上に座席を設け、金を取るようになった。球団オーナー兼監督のコニー・マックはこれに激怒。覗き見をやめさせるため家屋の住人に対する訴訟を起こした。しかしマックは敗訴。すると1933年の冬。 右翼フェンスの高さを12フィートから一気に33フィートに引き上げ、長望を遮った。狭い外野で本類らの乱発を防ぐためではない、経済的なトラブルの解決のためのフェンスの高さの引き上げは、スパイトフェンスと呼ばれ批判された。1938年、ベーカーボールの老朽化のため、フィリーズが移転してきた。さらに1940年には、 NFL のイーグルスもシャイブーパークを本拠地にするようになった。しかしその一方でアスレチックスはフェンス引き上げを機に弱体化し人気も加工していった。1953年には球場名をコニーマックスタジアムに改称したが翌1954年を最後にミズーリ州カンザスシティに移転した。その直後に球場所有権をフィリーズが200万ドルで買い取り、 改装を施した。宇宙館にはかつてヤンキースタジアムで使用されていたスコアボードが設置され、バックネットは高質アクリル樹脂でできたプレクシガラスになった。しかし球場は会場から40年以上が経過し、老朽化が進んでいった。1964年に住民投票が行われ、フィリーズとイーグルスのために兼用の新スタジアムを建設する計画が承認された。 1970年10月1日、コニーマックスタジアム最後の試合が行われ、翌年からフィリーズはベテランズスタジアムを本拠地にした。1976年にスタジアムは取り壊され、現在は教会になっている。ありがとうございます。